あ、やば。ボールペンで書いてた。プリントの落書き。あ、私、修正キー持ってるよ。使う？修正テープもあるけど、どっちがいいかな？じゃあ、駅で。困るから、剥がされたら。剥がす人、いるのかな？なんて書いたの？お腹すいたって書いた。そうなんだ。あ、私たちのステージ、記事になってるね。まどかちゃん？何？ちゃんはこういうの感動しないのかなって。まあ特に。そうなんだ。まどかちゃん一番大きく写ってるのに。見る目のないカメラマン。ひななちゃん、衣装に合うリボン決まった？ね、両方。どっちの色にしたの？両方。両方？だってどっちも可愛くて選べないんだもん。だったら二つつけてもいいでしょ？そういえば一つだけって言われてないね。小糸ちゃんはどっちにするの？私も両方にしようかな。あはあ、ひななとお揃い。みんな映った。あはあ、ひなな、トール先輩と遊んでる。まどかちゃんはすごく真面目に作ってるね。こんなの真面目も何もない。小糸ちゃんも作ってるじゃん、真剣に。でも楽しかったね、シャボン玉作り。何年ぶりだろう。ひななは小学生の時に作ったかも。こういうお仕事また来るといいね。楽しいお仕事だね。